お、撮れてる。おはようございます。いや、すげえ眠たい、うん、ちょっとまあ以前リクエストいただいたものの中から1個ね、ちょっと作ろうかなと思ってまして、ホットプレートを使ったやつをね、またやってほしいってことをいただいてたんで、今回はね、ホットプレートこいつですね、用意して作っていこうかと思ってます。今回作っていくのはね、このね、トッポギを作っていこうと思っています。でまあね、トッポギだけだとなんかね、物足りないんでね、これなんだっけ、なんかタンミョンみたいな、なんかね、太い春雨みたいなやつ、向こうの中国とか韓国とかそういった方で食べてるやつだね。太い春雨も用意したんで食べていこうと思います。まずはこれ入れる前になんか水に浸すやつらしいんで、とりあえずちょっと水で戻していきたいと思います。そしたらね、このトッポギの方も水洗い一回していきたいと思います。そしたらとりあえず今ね、トッポギがね、ちょっと一袋ね、入りきれなかったんですよ、ザルに。だから一応入れてからもう一袋追加していこうと思うんで、とりあえずタレを温めていきたいと思います。で今回はね、ソースちょっと手間を省いてトッポギのソースを買っちゃいました。そしたらね、今こんな感じでだいぶ温まってきたんで、トッポギの方をね、入れていきたいと思います。なんかね、量的にね、ちょっと入んないっぽいんで、最後の一袋はちょっと戻していきます。待機。ってことでね、今なんとなくいい感じにね沸いてきたんで、さっきこの水で戻したね、タンミョンをこっちに入れていきたいと思います。うわ、いや大きいねこれ。いや、熱っ。そしたら今ね、あらかた火通ったんで、仕上げにね、ごまを振っていきたいと思います。なんか寂しいからね、残ってたチーズかけます。そしたらひとまずね、調理の方はこれで終わりなんで、お部屋の方に持ってってね、チーズが溶けるのを待ちたいと思います。お部屋に戻ってまいりました。今日はね、ホットプレートね、ちょっともともと高くてね、危ないから、高いやつのテーブル置いてないです。いつもよりちょっとね、画角が違うんですけど、まあいっか。でね、今日付け合わせにこれキムチね、キムチ買ってきたのと、あとね、今日運転なんで、そうノンアル買おうかなと思ったら、なんかね、こんなの売ってて、なんかね、ライムのなんかライム味のノンアル、期間限定で売ってたんでね、これ買ってきました。よし、じゃあとりあえず開けましょうか。まずね、よっ、まだ見てないんだよね。いきまーす。はっ。うわ、うまそう。こんな感じ。見えない。じゃあ早速いただきましょうか。いただきます。で普通のとこから。いいよ。いただきまーす。あ、うまっ。味付けもね、コチュジャンベースのね、甘辛いやつでね、めちゃくちゃ美味しい。今回注文したのは韓国のね、商品なんですけど、日本のメーカーが出してるやっぱトッポギよりもね、本場のやつの方がね、食感とか
味もちょっと違うから、ぜひトッポギを食べる機会があったら、なんかね、向こうのちゃんとしたメーカーっていうか本場のものを食べてみた方がいいかもしれない。タミューが干からびてる、やばい。いや表僕の初体験なんですけど、タンミョン見えないよね。いただきます。あ、うまっ。うん、春雨と全然違うわ。これめっちゃうまいな。ブリブリしてる食感が、ブリブリ、これすげえ美味しいよ。なんかレビュー見ると、ものによってはその春雨と変わらないものもあるみたいなことが書いてあって、でいろんな会社が出してるからあれなんだけど、その中でも一応ね、まああの韓国語が書いてある多分向こうの業者さんのものを選んだんですけど大正解。お、チーズチーズ、ひょっ、チーズうまうまっ。今回あの家に余ってたチーズしか入れてないからね、量少なかったんだけどね、もっと入れればよかった。うん、うまっ。食感がすごいからね、もうすでに顎が弾けそうかもしれない。うかい、うまいから、ビール。飲みます。ジュースだ、ジュース、まあノンアルだからジュースなんだけど、なんかビールってよりかはほんとね、ジュース美味しい、さっぱりする。うんうん、うわ、うん。でもホットプレートでやるといつまでも熱々でいいよね。うん、3袋やらなくてよかったわ。絶対食べきれない。顎がね、とてもじゃないけど持たない気がする。いや、それくらいもっちもちしてるよ。なんか韓国の方では、トッポギとか、おやつみたいな感覚でも食ったりするらしいけど、いや、これ、その感触的な立ち位置で食ったらすげえ腹いっぱいとなると、夜ご飯とか食えないんじゃないかな。すごくお腹にたまる。うん、とりあえず箸休めのキムチ。え、うん、ふんふん、あっこい。最初めちゃめちゃ甘いなと思ったけど、食べ続けてるとどんどんこう辛みがくるね。だんだんお腹いっぱいだな。うん、お腹いっぱいっていうかね、すごい食感が強いから食べ疲れるかもしれない。うん。トッポギが一袋 800g だから、1600g か、トッポギだけで。タンミョンも100、200ぐらいだろうから、3キロとかないよね、多分その、お水とか調味料込みでも3キロないけど、もう満足してる。うん、いい、飲み物追加で。いい。十分これ、やばいなこれ。うん。
うん、おかげさまでした。家でトッポギをねしようと思った時に、やっぱりスーパーとかで置いてあるものだとちょっとね問題なさを感じてたんですけど、本場のを使ってね食べてみると全然違うなってことに気づいちゃいましたね。まあなんで皆さんぜひねトッポギ好きな方は本場の方、まあネットとかでもねすぐ頼めるとは思うんで、そこからね注文してみてはいかがでしょうか。はい、ということで本日もご視聴ありがとうございました。この動画が良かったと思ったら、チャンネル登録、コメント、高評価お願いします。じゃあねー。